ッチリバッチリできてました。さあ次ですね、起き上がる時も皆さん早かったと思いますが、起き上がる時にかかとでもしっくりと起き上がっていきましょう。下がる時もゆっくり、起き上がる時もゆっくり、5秒間ずつかけていきたいと思います。はい、じゃあいきましょう。スタート、5、4、3、2、ゆっくり上がる、せーの、5、4、3、2、1、もう一回下、ゆっくり、3、2、ゆっくり上、4、3、2、ゆっくりした、ゆっくりした、あー、ちょっと疲れるよ。はい、呼吸してね、ゆっくり上、息吐いて吐いて吐いて、あと1回、4、3、2、1、ゆっくりやる、あー、OK、一回お休みしてください。足もちょっと閉じていいね、大丈夫です。はい、ちょっと足ブラブラブラと吸って休憩していきましょう。どうでしょう、ゆっくり上がる方が辛くなかったですか？ね、早くこうシャン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 ってやっちゃうみたいな、ゆっくりね、ゆっくりゆっくりじわじわっていうのを少しだけ。はい、ちょっと頑張ってもう一個いきますよ。足は腰幅、右足プッシュ、右足と左足、よいしょ。さあさあ椅子持ちながらでいいよ。はい、そしたら後ろの足もう一個遠い位置、一番遠い位置で、後ろの足はかかとが持ち上がってるじゃん。はい、そしたら後ろの膝を床に近づける、前足を曲げながら、あ、つらい、もう一回いこう、前足を曲げて後ろの膝を床に近づける、どうでしょう、今どこを使ってる感じありますか？はい、触ってみよう、つらかった時にどこが痛いかな、みんな。Okay.